プリは。あ、じゃあ今回、せっかくなんでね、プリンスの王子さんからトレポン借りました。あ、切れた。あ、多分ついた。はい、トレポン借りました。はーい。はい、王子さんです。皆さんこんにちは。日本三大王子の一人、千葉王子です。なんのこっちゃ。今日はね、ちょっとせっかくね、トレポン持ってきたので、ぜひね、実際にレビューしていただきたいと思って、ね、実践で使っていただきました。どうでした？はい、かなり良かったです。あ、はい、やっぱり良かったんですね。はい、まあ、集団戦も良かったんで、ほぼセミだけだったんですけど、うんうんうん、全然倒せました。なるほど、はい、やっぱりね、僕が持つとね、宝の持ち腐れ、すがねです。やっぱりね、持つべき人が持つと戦闘力があるみたいです。はい。はい、ということで、まあ、あの動画の、ね、レビューでまた後でアップしますんで、よかったら見てください。はい、はーい、皆さんよろしくね。何だって言ったのが面白かったけど。いや、グッサの動画に出られてめっちゃ嬉しいです。はい、ということで、また後でレビューします。はい、ということでね、さっき、まあ、初めにオープニングだったと思うんですけど、プリンスのね、王子さんが持ってたあのトレポンね、ちょっと借りてゲームしてみました。なんで今登ってるんですか。めっちゃ勇者や。まあね、トレポン自体はね、打ったことあったんですけど、インフィニティになってからちょっと触ったことなかったんですよね。で、まあ、音聞いてもらうと分かると思うんですけど、打った感じと音的にね、電磁弁の銃撃ってるような感じですかね。まあ、まだ買ってからね、ほとんど撃ってないみたいで、パッキーのね、鳴らしが終わってないんで、若干散るんですけど、まあ、思ったよりね、良かったですね。ガス風呂よりキレはかなりいいです。で、まあ、知ってる方多いと思いますけどね、モーターがね、メガボックスの中入ってるんで、変なねじれがないっていうんですかね。なので、集団戦もかなり良くなってるみたいですね。よしよしよし。で、まあ、今笑ってるのはですね、この日人数が多かったんで、ずっとセミ戦だったんですよね。で、ラストの4ゲームぐらいだったかなにフルオートになったら、もうみんながバリ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 打ち出して。まあ、ほんとすごかったですね。一発撃ったら100発200発返ってくるような感じでしたね。はい、こんな感じでね、まあ、一発じゃちょっと無理だったんですけどね、何発か撃ち込むと確実に倒せるような感じでした。で、音も結構ちっちゃいので、スコープつけて、もうちょっと消音すれば、全然スナイパー使えるなって感じの状態ですね。まあ、ちょっとゲームでは使ってないんですけど、フルオート打つと、まあまあなサイクルですね。20ぐらいでしたかね、この銃で。ただ個人的には精度それなりに良かったので、もうセミだけで十分かなっていう感じですね。はい、ここもね、草の間から見えてるんですけど、倒せてます。まあ、ほんとなんか、なんていうんですかね、打った感じが面白いっていうんですかね。まあ、かなりなんですかね、レスポンス良くしたガス風呂とか、まあ、さっき言ったように電磁弁みたいな感じなんでね、ストレスなく打てますね。まあ、もうちょっとね、できれば打って、パッキーに慣れた後でもう一回打ちたいなっていう気はしたんですけど、まあ、この日打ったのは2ゲームですね。で、前のゲームちょっとガンカメラ忘れちゃって、綺麗に映ってなかったのでカットしてるんですけど、両ゲームともだいたい7、8人ぐらい楽に倒せましたね。で、珍しくね、電動なので、下で戦ってます。今、右の方に青いネット出てると思うんですけど、もうちょっと下に行くと、まあ、セーフティーに入れるような場所ですね。で、ここ、一人奥敵がいるんですけど、まあ、手前にね、フィールドマスターがいるので、ちょっと待ってます。で、気づいてくれて下がってくれたので、倒します。これだいたい40あるかないかぐらいなんですけどね、全然素直に飛んでいくので倒せます。
さっきの位置からもうちょっと前にいたとこですね。この位置だと CQB エリアの、入り口付近が見えるんですよ。まあ、草の状況とかにもよるんですけど、向こうからバレずにこっちから撃つことは可能です。あとちょっとメインカメラが上がっちゃってね、見えづらいんで、そこはちょっとご勘弁ください。まあ、前の動画で言ったようにちょっとカメラの、ね、設定いろいろ間違ったんで。で、敵が横に入り込んできたので倒します。まあ、結構敵がねフルオート OK になって下の方に結構集まってきたんで、あんまり進めなかったですね。まあ、左右から味方がいて、で向こうもね結構横に展開してたんで、お互いなんかまあ動けないって感じですね。でこれがちょっと残念だったんですよね。初段がねちょっとパッキーの問題でしょうけど、左にちょっとずれちゃったんですよね。なんで外しちゃってます。でここはまあ見えてるんで倒しますね。まあ、結局20分近くあったゲームもまあここでね結構戦ってたのでいい時間になってますね。でここも間抜くことができました。あーきっと。でこの横にねなんか痛くて敵が撃ってる時に気づかなかったんですけど撃たれちゃって、いや正確に言うと、ね、僕の後ろにいた敵撃ってたらしいんですけど、まあそのね流れ弾というか当たってやられちゃいます。で復活してもう一回同じとこ戻ってます。まあ、奥にスナイパーに乗っかったんですよね。この草むらなんですけど、でこれでなんとか当ててます。でもう一人ねいたんですよね。ただそれがそこにいるかどうかわかんないですけども、時間切れなんでともかく打ち込みます。これ最後が一番スナイパー嫌なんですよね。終了、はい、ということでねゲーム終了で、まあ、このゲームでね8人倒すことができました。まあなかなかね面白い銃なの、まあ、ちょっと値段が高いのが難点ですけどね、かなりいい銃だと思います。はい、ということでね今回のゲーム動画はこれでおしまいです。他のね動画も徐々に、アップデート進んでるんで、まあ近々アップしようと思います。、はい、そんな感じでちょこちょこ動画上げていくので、よかったらチャンネル登録お願いします。